人類が将来にわたって食料を確保していくために農薬を含めた科学技術の適切な活用は欠かせません。産業革命以降、科学技術の進歩により世界人口は爆発的に増加しました。1950年に25億人だったものが2020年には77億人へ、2050年には96億人を超えると予測されています。人口増加に伴い、持続的な社会発展のための食料確保と環境保全が人類共通の課題となっています。農薬は世界の食料生産を支える必要不可欠な農業資材なのです。各国の食料自給率の比較です。欧米各国と比べて日本の食料自給率は低い傾向にあり、食料を輸入に頼っています。食料輸出国が自国の都合により輸出をやめたなら、日本は大変なことになります。現在日本は 38% の食料自給率を 45% まで上げることが目標となっています。1993年は冷夏で、稲いもち病の発生などにより自給率が 37% まで下がり、平成の米騒動となりました。したがって大変な努力をして 45% を達成しても、一旦病害虫が大発生すると自給率は低下することもあります。農薬の役割について説明します。農薬の役割、一つ目は農作物を害する病害虫、雑草などを防除して作物を保護し、あるいは作物の成長を調整して農業の生産性を高めるために使用します。一般的に知られている病害虫、雑草の防除に用いる薬剤、植物の成長調節をする薬剤や、また病害虫防除に利用する点滴なども農薬です。病気や害虫の被害に遭った事例を紹介します。こちらは梨の写真です。黒い部分はカビです。これは梨の病気です。キャベツの写真です。青虫に食い荒らされています。これは雑草に覆われた田んぼです。雑草を放っておくとどんどん増えていき、栄養が雑草に奪われてしまいます。さらに雑草が大きくなると日当たりが悪くなり、稲が健康に育たず病気に近い状態になります。さて突然ですが、ここで問題です。農薬を使わないと米の収穫量はどのくらいになるのでしょうか。次の3つの選択肢から選んでください。正解は約8割です。それだけではなく、さらに米の品質が悪くなってしまいます。農薬を使用しないとリンゴの収穫量は、正解はなんと約1割です。収穫できても商品価値が低く、収益はほぼゼロになります。こちらのグラフは農薬を使用しなかった場合の収量です。作物のほとんどが収量に影響が出て、ものによっては生産性に大きく影響することがわかります。農薬の役割の2つ目は農家の高齢化、農業人口の減少の中で省力化に役立つことです。例えば水筒用除草剤が農作業の軽減に大きく貢献しています。現在ではさらに 1.4 時間まで減少しています。農薬の役割の3番目です。麦などに発生する赤カビ病菌は有害なカビ毒を生産し、それが食品中に残留し急性中毒のほか慢性毒性の原因になります。農薬による病害防除により、これらのカビ毒のリスクを減らすことができます。農薬は効率的安定的な農作物の生産に欠かせない資材です。2000年時点で人口60億人に対して農薬を使用した場合は15億ヘクタール、
使用しない場合だと40億ヘクタールの農耕地が必要です。将来的に人口80億人に増加した場合、農薬を使用しないと59億ヘクタールの農耕地が必要な計算になります。しかし地球全体の陸地面積のうち、耕作可能な地帯には限りがあります。人口増加に対応するためには、森林や草原、砂漠を農耕地として開拓していく必要がありますが、それは容易なことではありません。人類が将来にわたって食料を確保していくために、農薬を含めた科学技術の適切な活用は欠かせません。農薬は世界の食料生産を支える必要不可欠な農業資材なのです。